岡田副総理は自民党の谷垣総裁の地元である京都府舞鶴市で市民との意見交換会に出席しました。社会保障制度、特に今までの年金や医療や介護といったものをしっかりと持続可能なようにするためにはどうしたらいいかということを考えざるを得ないということであります。で、そういう問題意識の中でこの社会保障制度の一体改革というものが出てきているわけであります。岡田副総理はプロジェクターを使い自ら説明し、社会保障制度を維持するためには消費税の増税は先送りできないと強調しました。谷垣総裁の地元で消費税増税の必要性を国民に訴えることで世論をてこに与野党協議に応じない自民党を動かしたい思惑もありそうです。